こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるインスタバナーを作っていきたいと思います。ポイントは3つ。まずはみ出したテキストでダイナミックさとモード感を演出、それから文字組みをしっかりすることでシンプルなデザインに緊張感を与えています。そして画像にノイズをオンすることで質感を高めておしゃれ感と高級感を出していきます。それでは早速作っていきましょう。はい、まずセールの文字から作っていきたいと思います。フォントはイタリアーナ、 Google フォントにあるフォントです。でサイズが500で、トラッキングは50で、色は書いておくんですが32623E のグリーンを使っていきます。で、これでセール、大文字でセールと打ちます。で、ちょっと詰まっているところを広げたいのでダブルクリックして A と L の間でオプションと右矢印で1回カーニング開けます。で、L と E の間も広げます。で、これでちょっと真ん中に配置して背景をダブルクリックして普通のレイヤーにして、この2つを選択して整列の上で、上で揃えます。で、この位置からさらに100ピクセル上に移動させたいのでセールを選択してシフトと上矢印を10回押します。はい。で、さらにこのセールを複製してコマンド J で複製して下のレイヤーと選択して今度は 下に揃えます。で、さらにこちらも下に100ピクセル12345678910動かして、これでセールの文字は完成です。で、次は 50% オフの文字を作っていくんですが、フォントはプレイフェアディスプレイ、こちらのボールドを使っていきます。こちらも Google フォントにあります。で、サイズは同じく500、トラッキング今度は0で、カラーは後で変えるんですが適当にグレーとかにして分かりやすく変えておきます。これで真ん中に50と打ちます。で、これも真ん中をちょっとだけ詰めたいので5と0の間でオプションと左矢印で1回カーニング詰めます。で、次はパーセントですね。このレイヤーをコマンド J で複製して右の方に寄せてパーセントと打ちます。で、サイズが280、はい。で、一旦こちらで置いておきます。で、次にこちらをまたコマンド J で複製して下の方にずらして今度はオフ、大文字でオフと打って100ピクセルのサイズにします。で、 O と F の間を1個詰めて F と F の間を1個開けます。で、これで一旦このオフとパーセントをシフトで一緒に選択して中央揃いにします。で、さらにこのパーセントと今シフトをしながら下にずらしたんですけれどもパーセントと50を選択して上で揃えます。で、オフをちょっとシフトをしながら上にずらして今度はまた50と選択して下に揃えます。これで、パーセントとオフが50の上と下で揃いました。で、パーセントとオフも先ほど揃えたので縦位置が揃っている状態です。で、この2つの文字をグループ化して50の右端から40ピクセル右に移動させたいので一旦拡大して端に寄せて50の端に寄せてここからシフトをして4回右40ピクセルですね。で、こんな風になります。で、次はアップトゥーという文字を作るんですがオフをコマンド J で複製してグループの外に出してあげて、はい。で、この
コピーした方を左の方に持っていきます。で大文字でアップスペース2と打って、次はこちらのサイズが40ピクセル、でトラッキングは250に設定します。はい、でこれを右上を選択して、はい、シフトをしたまま時計回りに90度回転させます。で、こちらを今度は50の文字に揃えていくんですが、50のここから真ん中のこの位置から60ピクセル左に移動させたいので1回こちらにつけます。はい、でここからさらに上はここの角に揃えたいので、こんな感じですね、揃えてそこで左にシフトと左で 1,2,3,4,5,6 移動させます。ちょっとこんな感じです。で、次は罫線を書いていきます。長方形ツール、シェイプになっているのを確認してください。長方形ツールを持って、適当なところをクリックすると、このようなサイズ設定のボックスが出てくるので、幅は2、高さを140としてクリックします。で、この今作った長方形とアップトゥーを同時に選択して、右に寄せて真ん中揃えします。で、さらにこの長方形をちょっと上の方に移動させて、今度は50と同時に選択して下に揃えます。これで、この罫線がアップトゥーとこの50両方に対して綺麗に揃いました。で今度はこの50から、罫線までをまるっとグループ化して、一番下のレイヤー0と同時に選択した上で縦横中央に揃えます。これで文字組みは完成です。次は背景の設定をしていきます。あ、その前に、こちらの 50% オフの色なんですが、このグループに対してカラーオーバーレイを設定させます。で、色は FC F0DCFC F0DC のベージュにしておきます。はい、こちらで文字組み完成です。はい、次に背景画像の設定をしていきます。素材をドロップして、こちらアンスプラッシュの画像なんですけれども、リンク貼っておきます。適当なサイズ、今回は1090ぐらい、横幅1090ぐらいにして、レイヤー0の上に移動させます。で縦位置はもうお好みなんですが、ちょっとこの下のオレンジが見切れるぐらいの感じにしておきます。で、もうこちらでほぼほぼ完成なんですが、もう少しだけ質感を与えたいので、画像にノイズを乗っけていきます。一番下のレイヤー0をコマンド J で複製して、先ほど入れた写真の上にレイヤーを持ってきます。でカラーオーバーレイで今度は真っ黒000000の真っ黒にして、フィルターというメニューのところからスマートフィルター用に変換、でさらに、同じフィルターのところからノイズでノイズを加えるをクリックすると、このような項目が出てくるので、最大値400ですね。で均等分布で、今回はカラーノイズにしたいので、グレースケールノイズのチェックが外れているのを確認して OK します。でこれを乗算にして、10% にします。それでちょっとザラザラした感じの、ちょっと暗くなったのが分かりますでしょうか。ちょっと質感が与えられました。でこちらで完成になります。ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。まあ、そんなに難しくないんですけれども、文字組みがポイントかなと思います。必ずどこかに揃うんだということを意識してやれば、そんなに難しくないので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。